レッシー赤羽海斗、レースになればこの強さ。ついに5位までジャンプアップ。この男には予選の順位は関係ありません。イケイケですね、赤羽くんは。こうなるともう手がつけられません。3位グループに追いつくのはもう時間の問題でしょう。7位の6号車柳田が来ます。そしてその後ろ8位グループ、8号車テイラー、3号車大石。なんとここで3号車が仕掛けた。接触すれすれの際どい攻防だ。これは言ったでしょう。3号車が8号車をかわしていく。羽馬の後ろ姿を再びその視界に捉えることができるのか。宿命のライバルを追って猛牛がダイナミックに大地を蹴る。レース序盤精彩を欠いていた2台のイタリア車がここに来てドイツ勢の一角を崩し始めています。いよいよ大詰めのラストセクション。タイヤのダメージが進行する中でバトルは熾烈さを増していく。一瞬の気の緩みも許されない箱根の山下り、悪夢のような874メートルのダウンヒル。さあ来たぞ、セクター3といえばこのマシン、シンクのトヨタ 86GT。 この若者が箱根の山を下るとき重力の恩恵を受けてミラクルを起こします。英国育ちの新人類ドライバー片桐彼方が行く。